愛媛県は昨年デジタル実装加速化プロジェクトを始動しました。これは県内を実装フィールドにデジタル技術で地域課題の解決にチャレンジする企業を全国から募集するというもので、デジタル技術を持つ民間事業者と生産拠点を持つ地元事業者、そして愛媛県が三位一体で取り組むことからトライアングル愛媛と呼ばれています。今回は自動航行技術を搭載した小型 EV 船で離島が抱えるさまざまな課題を解決する取り組みをご紹介します。今回の実装フィールドは今治市大三島。しまなみ海道が完成し、島の住民の移動は格段に便利になりましたが、ここから周辺の島々に移動するには船が欠かせません。近年では船員不足や燃料の高騰で離島での生活も困難になってきていますが、船での移動をもっと手軽にできる方法があれば、島民の生活は便利に、そして多様なコンテンツを持つ瀬戸内海の新たな魅力にもなっていきそうです。この一連の問題解決に、まずは観光の切り口から挑戦しているのが、自立航行技術を中心に海の DX と船舶のロボット化を推進している株式会社エイトノットです。車の自動運転の技術開発が進んでいますが、エイトノットでは海上でも同じように安全でかつ手軽に水上移動して離島の方々の移動の不便さの解消と生活の利便性の向上につなげたいと考えております。昨年11月、大三島を舞台にした実装プロジェクトが本格的にスタートしました。使用するのはエイトノットが保有する小型 EV 船で、同社が開発した自立航行システムが搭載されています。行き先を入力すればAI が自動的にルートを計算し、障害物を避けながら目的地まで船を操縦し、桟橋への着岸まで自動で行ってくれます。この船にはカメラがですね、前に3機、後ろに1機の4機ついていて、全てのカメラはリアルタイムで見ることができますし、離岸着岸の時とかですね、死角ってなる部分に物がないかとか、まあ、そういったところは見られるようになっています。タブレットの画面で目的地をタップするだけで安全に人や物を運んでくれます。弊社のシステムは AI を活用しているので、人為的ミスによる衝突事故の心配はほぼありません。これらの技術が観光客向けの船に搭載できれば、新しい観光スタイルの提供が期待されます。これまでの実証運航では、大三島のツーリズム総合施設ワッカとパートナーシップを組み、ワッカの桟橋から周辺海域での遊覧体験などを行いました。私も実際に乗船したんですけども、航行も着岸もとても安全で全く問題がないと感じました。観光チャーター船としましては、まあ、EV でとても音も静かで、人件費も節約できて、で燃料費も節約できるのでとても良いと感じました。現在船の無人航行は法規制上でできませんが、技術的にはほぼ確立されており、引き続き安全性をアピールすることで、近い将来無人航行の実現が期待されています。愛媛県ではデジタル技術で地域課題の解決を目指す地元事業者を募集しています。詳しくはトライアングル愛媛のホームページをご覧ください。